どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、私のね動画にもですねすごいありがたいことにですねコメント結構いただけるようになってきたんですよね。本当にありがとうございます。すごい嬉しいです。で、あのコメントの中でですね、あの一番ね、その中でコメントが多いのは、この空港のこのラウンジって利用できますかっていう質問がね一番多いんですよね。どんどんしていただいて全然構わないんですけども、もしねこれから空港のラウンジを利用したいっていう方はね、まあ、今回ちょっとこれから何本かでね出していた行こうかなと思うんですけども、ラウンジっていうものが、全部でクレジットカード会社のラウンジ、あと航空会社のラウンジで、もう一個がプライオリティパスで入れるラウンジ。まあ、この大きく分けてこの3つになってるんですよね。ラウンジっていうもの自体がですね。で、今回のこの動画ではですね、クレジットカードラウンジについてね、フォーカスして話していきたいと思います。で、このクレジットカードカードで入れるラウンジっていうのは、まあ、これはどういうものかというと、こういう感じで、こちらゴールドカードになってますよね。券面が。まあ、色がゴールドになってますよね。基本的にこのクレジットカードラウンジっていうものは、クレジットカードのゴールドカードを発行することによって入れるラウンジとなっているんですよね。で、その入れる、入れないっていうのは、基本的にゴールドカードだと入れるっていうふうに認識していただいていいと思うんですけども、同伴者、まあ、一緒に行くご家族とかお友達とかを無料で入れるっていうのは、そのクレジットカード会社の規約によって結構違うので、まあ、そこら辺は事前に確認してくださいね。基本的にゴールドカードでご自身だけだったら、基本的にゴールドカードで入れます。で、クレジットカードのね、ラウンジの入り口にはですね、必ず、このクレジットカードの、だったら入れますみたいなね、案内板がありますんで、まあ、そちらもね、確認する。まあ、もしね、事前に確認したい場合は、インターネットでね、その空港のラウンジを調べていただくと、基本的に書いておりますんで、まあ、その点を見てね、見ていただいて入るっていう感じにしてくださいね。そうすると、各空港の、クレジットカードラウンジはね、簡単に、まあ簡単にっていうかね、まあ、利用の仕方がね、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。で、クレジット、この、クレジットカードラウンジなんですのサービスなんですけども、まあ基本的にクレジットカードに付帯しているサービスなんで、そこまで期待しないでくださいね。っていうのも、クレジットカードラウンジっていうのは、まあ規模もね、そこまで多くない、大きくないラウンジが多いです。まあ比較的、まあ2、30席とかね。まあちょっと、これも一概には言えないんですけども、まあ大きいところはまあある程度大きいところもあるかもしれないですけども、まあ羽田空港とかだとね、まあそんなに大きくないっていう印象ですかね。概要欄にね、私のね、利用したことあるラウンジのね、ラウンジレビューみたいな動画の URL をね、載せておきますんで、まあもしね、気になる方はそちら見ていただけたらなと思います。で、サービスとしては基本的にソフトドリンクと、雑誌、あとまあコンセント、まあ電源ですね。まあ基本的に大きくまあこのぐらいっていう感じですかね。で、アルコールと食事を利用したいっていう方は、基本的にはあっても有料が基本的なサービスとなります。ですので、アルコールはね、と食事はね、無料ではありませんので、その点ご注意していただけたらなと思います。食事があると思って行ってね、食事がないとね、非常に残念な気分になりますんでね。で、一つだけね、私が知っている国内の、カードラウンジでお酒が飲めるっていうのは、私の動画でもね、紹介させていただいている、中部国際空港のカードラウンジ。こちらはですね、制限エリア外にあるにもかかわらず、ビールはね、飲み放題なんですよね。追加費用なしで。ですんで、もしね、中部国際空港をメインにされている方はね、ぜひね、ゴールドカードと搭乗券を片手にね、持ってっていただければ、無料でね、お酒が飲めます。で、なんかね、スナック菓子みたいな、お菓子もね、置いてありますんで、まあ、軽くそこでね、一杯してる人はね、すごいたくさんいますんで、ぜひね、まあ、利用してみていただけたらなと思います。で、結構ね、勘違いされてる方も多いんですけども、このクレジットカードラウンジっていうものは、まあ飛行機のね、出発便でまあ利用する人がすごい多いと思うんですけども、これね、到着でも利用できるんですよ。
到着でも。ですんで、どっかから帰ってきて、その搭乗券とクレジットカードで、そのラウンジが利用できたりもします。まあ、この点もね、ぜひ覚えておいていただけたい、いただきたいなと思うところなんですよね。これ結構知らない人多くて、到着便って利用できるんですねって結構言われることもありますんで、頭入れといてください。次にですね、国際線の搭乗券を持っていて、これ羽田空港の話にはなってしまうんですけども、羽田空港って制限エリア外に国際線にカードラウンジってないんですよ。ない。ですんで、じゃあ到着とかね、行くときに、制限エリア外でね、利用したいっていうとき、じゃあどこを利用するかっていう話になると思うんですけども、制限エリア外の国際線にはクレジットカードラウンジってないんですよね。ですんで、利用できないってなりますよね。ですけども、国内線には制限エリア外にこのクレジットカードラウンジってありますよね。あるんですよ。ですんで、まあ、実はっていうわけじゃないんですけども、ちょっと移動は必要にはなってしまうんですけども、ちょっとね、国際線を利用するときに、ちょっと早すぎる到着になってしまったとか、まあそういうときに、国内線のラウンジに行くと、利用できるんですよね。出発便で、その日が出発時であればね。ですんで、この点もね、一つ覚えておいていただけたらなと思います。国内線の利用でも、国内のクレジットカードのラウンジっていうのは利用できるので、それも覚えておいてくださいね。で、このクレジットカードのラウンジっていうのは、まあ一つね、予備情報として覚えておいていただきたいんですけども、まあ混みます。はっきり言って。まあ国内も、国内線も国際線も、私はね、利用したことであるんですけども、結構混み合います。まあ、クレジットカードのゴールドカードのくくりを持ってれば、搭乗券さえあればね、利用できてしまうっていうのもあるんで、まあ、LCC とかでもね、利用できるわけなんですよね。便、利用の航空会社を制限がないっていうことですんで、その点もね、混雑するっていうことだけね、ある程度覚えておいていただけたらなと思います。で、羽田空港に関してはですね、昨年だったかな、すごい綺麗になったんですよね。ですんで、今ね、まだそんなに、期間も経ってないんで、すごいね、ピカピカな状態で、まあ利用できますんでね、ぜひね、空港に行った際にはですね、ゴールドカードと搭乗券を持ってね、ぜひクレジットカードラウンジ行ってみてはいかがでしょうか。それではね、今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。なんか今回クレジットカードのラウンジを紹介させていただきましたけども、ちょっとね、ラウンジについては、クレジットカードラウンジで航空会社のラウンジでプライオリティパスで入れるラウンジ、別でね、紹介していきたいなと思っております。結構ね、勘違いされてることも多いですし、まあ、それぞれにね、注意事項とかね、あったりもしますんで、もしね、わかんないことがあったら、全然、どんどんね、この動画のコメントいただければ、お答えしていきますんで、ぜひね、コメントしていただけたらなと思います。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、普段の私生活から、ポイントサイトの案件なんかもね、つぶやいたりもしておりますんで、もしよかったら、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私の動画のこのチャンネルではですね、ANA のこと、ANA マイルに関すること、あとね、実際に ANA マイルを貯める、ポイントサイトの運用方法なんかもね、紹介させていただいております。それ以外には、飛行機の搭乗レビューですね、マリオットボンボイの宿泊レビュー、お得情報、クレジットカードですね、あと私の大好きな街、ニューヨークの紹介もさせていただいておりまして、まあこういうね、飛行機に関するラウンジとかの動画もね、結構出したりしておりますんで、もしよかったらね、ぜひ、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.